願い、死なんといて、お願いやから。隊長、致命傷やなくてよかった。救援隊ならなんとかできるやろ。けど先輩は、はよ隊長と先輩を安全な場所に移さなあかん。今はうちだけが頼りや。でも二人をどうやって、さように一人ずつ、ママやないし。とにかくここを離れなあかん。さっきのデカブツは倒されたはずやから、そのまま引き返そう。え、なに？よく聞いて。細かいことを気にしない。それがあなたのいいところではあるけれど、そのせいで危険な目に遭う時もある。何でも情熱とやる気で解決できるわけじゃない。落ち着きも必要よ。心を落ち着かせることができたら、どんな困難な状況の中でも冷静でいられる。お説教が嫌なのも分かってる。だから今の話は流しても構わないわ。けどいざという時にちゃんと思い出してほしい。隊長、落ち着いて。キャロル、落ち着くんや。問題あらへん。うちという第三小隊の希望の星がおるやろ。任務は失敗してへん。うちが続けさせるんや。任せて隊長。絶対先輩と隊長を連れて帰る。そしたら主教様もママもきっとびっくりするで。最後の一体終わり。どうや、うちが本気を出したら。まだベルトさんの消息がつかめないんですか？ええ、今の状況ではもう彼が失踪したと判断してもいいと思う。天命の衛星は彼らしき男性がセントフォンテーヌのサード駅に降りた姿を捕捉したけど、その後は手がかりがなくなったわ。2週間誰にも連絡を取らず、行動記録も残さないなんて、まるで海に落ちた雨粒みたいです。テスラ博士の話によると、彼はセントフォンテーヌ政府の招待を受け ET スタジオを離れたらしいの。彼は今までもよく行方不明になってたけれど、いつも無事に帰ってきていたわ。だから最初はみんなもそんなに心配してなかった。だけど今回はあまりにも長いわ。それにセントフォンテーヌも少し変わってる。そうですよね。気づいていたのね。衛星カメラのデータを見ると、この都市はいつもと同じで正常に機能していることがわかります。けどこのタイミングではそれが問題なんです。あまりにも正常すぎますから。ええ、セントフォンテーヌは観光を主要産業にしていて、一年中様々なお祭りやイベントがある。
けれど、映像の中だと各区の人の流れが均等になってる。旅行のシーズンなのにさすがに違和感があるわ。いくつかの違和感もあったからこそ嫌な予感がするんです。きっとあの都市で何かがあったんだと思います。テストが終わったらすぐに第三小隊をセントフォンテーヌに派遣するよう提案します。ええ、私もそう考えてるわ。テストといえばどうだった？メイの生徒たちは？主教様ったらまたご冗談を。私が先生だなんて滅相もありません。特に彼、セーフレイヤーで初めての男子生徒ですよね。あら、あなたも気にしているのね。しない方がおかしいでしょう。入学当初から注目の的でしたし、それも主教様のおかげです。確かにある意味で彼はずっと注目の的だったわね。けど彼はちゃんと自分の実力を見せた。ええ、とても不思議な子でした。不思議？彼が報告もしくは任務を遂行しているとき、いつもは真面目で感情を表に出さないんですが、たまにユーモアというかふざけたことも口にするからよくわからないんです。見た目よりずっと大人。あ、いや、子供。私もうまく言えません。それが今の若者なのかもしれないわね。けどメイが彼を信頼してるのはわかるわ。慎重派のあなたが開発部に彼のような新人を人科試練の被験者に推奨したぐらいだもの。その件に関しては実は少し心配なんです。確かに優秀な子ですが、彼が無意識に見せる強すぎる責任感。彼を害することにならないといいんですが。ごめんなさい、司教様。彼の判断を信じるべきですね。心配するのは当たり前よ。けど、メイがいる限りそんなことはさせない。そうよね。はい。もう一人の隊員は？確か、キャロルだったわよね。キャロルは…彼女は相変わらずキャロルです。隊長、読んだ？入ってもええの？噂をすればということですね。司教様、失礼します。入って。あの、隊長、うちを読んだ？なんかあったん？あれ、主教様と通信しとったん？何が？誤解やって。真面目に授業受けとるし、校則破りもしてへん。夜はちゃんと寮におるもん。塀を乗り越えるなんてしてへんよ。説明するから。安心して、そういうことで呼んだわけじゃないから。今日は模擬テストの日よ。忘れてないわよね。つまり、怒られるわけやないの？はあ、びっくりした。テスト、もちろん覚えとるよ。ゆうべ、特訓で特訓したもん。ね。その顔、また普段から練習していないのね。一応忠告しておくけど、あなたはセーフレイヤーの生徒というだけではなく、天命特殊部隊、第三小隊の一員でもあるのよ。今回のテストはチーム内交差でもあるの。第三小隊はたった今、司教様から大事な任務を任された。模擬テストの結果次第で今回の任務での担当も決まるから、きちんと対応するように。また作戦で外に出なあかんの？戻ってきたばっかりやのに。心配しないで。今回の目的地は気候が快適で景色も綺麗な場所だから。嘘や、聞こえたもん。
セントフォンテーヌで旅行とか失踪とか大変な場所やん。隊長は前回もそう言うたやろ。結局第一交代で一週間もテント暮らしやった。もう騙されへんで。あ、そうや隊長、不合格にしてくれへん。そしたら遠出せずに済むやろ。キャロル、あなた入隊時は天命で優秀な戦士になるって自信満々に話していたでしょ。話したけど、一人前の作戦隊員になるには時間が必要やもん。今のうちには成長が必要や。もう少し時間が欲しい。今度こそ参加するから。じゃあそのままルイス先輩に報告するけどいいのね。え、待って、堪忍や隊長。うちが悪かった。なら、せいぜい頑張りなさい。司教様も期待してるのよ。司教様まで。めっちゃプレッシャーかけられた気がする。うち頑張るよ。では、ついてきて。はぁ、最悪。ちょっとサボって、ジンジャーたちとお出かけしたかったのに。今回のテストでは重点的に、臨機応変さが求められるわ。まずは武器の使い方について、基本中の基本、ちゃんとできるわよね。日差しが強い。天気予報は曇りやって言うたのに、日焼け止め塗ってへんよ。キャロル、任務に集中して。あ、分かっとる。ちゃんと聞いとるよ。じゃあ私は何て言ったかしら。え、それは、多分。隊長、もう一回お願い。特定の連携攻撃を行うと、より効率よく目標を撃破できるわ。もう一度やってみて。攻撃の順番とタイミングを覚えるように。よくできたわね。次の目標を倒してみて。次は身体能力のテストよ。敵の攻撃を回避してみて。集中して相手の動きを観察する。あなたにとってはそう難しくないでしょ。なんで回避せなあかんの。この程度の敵一発で倒せるのに。キャロル、わかった、回避するよ。できた。うちにとっては朝飯前、楽勝や。当然よ、まだウォーミングアップなんだから。簡単には終わらへん。わかっとったけど。今のテストは所詮演習よ。敵はプログラム通りに動くから攻撃パターンは同じ。一目見ればすぐにわかるわ。本当の戦場では形勢は一瞬で変わる。アクシデントはいつでも起こりうる。考えるタイミングも一瞬しかないの。最短の時間で最も合理的な判断をする。それがあなたに対する試練よ。さあ、場所を移動しましょう。警報？え？何？私よ。何があったの？何？隊長、何があったん？テスト用の戦術機構が謎の暴走？生徒を攻撃してる？何？ロボットが暴走したん？教官と先生たちがすでに出動しているわ。他の人たちも安全な場所に移動してるから心配しないで。今のところ暴走した機構と接触したのはテストを受けた生徒一人だけよ。キャロル、とにかくテストを中止、ここで待機して。テストを受けた生徒誰なん？神社よ。神社？落ち着いてキャロル。テスト会場には緊急避難用の電磁障壁が用意されているから、救援が来るまで彼女を守ってくれるわ。神社のテスト会場、この近くのはずや。隊長、うちも救援に行かせて。
気持ちはわかるわ。けど軽率な行動は状況をより混乱させるだけよ。うちは天命特殊部隊の隊員やもん。突発的な事態に対応できる能力と責任があるはずや。キャロル、指示に従いなさい。隊長は正しいと思う。ううん、今までの経験やと隊長はいつも正しかったけど、うちにもうちのポリシーがあるんや。スパイスガールズは仲間を見捨てることはせえへん。ママにはテストは不合格やったって伝えといて。うちは救援に行く。キャロル、ジンジャー、どこにおる？あ、見つけた。あそこや。ジンジャー、無事な？キャロル、どうしてここに？安心して、うちが助けるから。で、こんなに気候があるんや。一体何のテストしとったん？え、数が多すぎる。神社、先に行っといて。うちもすぐに追いつくから。でも心配あらへん。ずっとサボってたから、うちは元気や。やっつけた。キャロル、隊長、暴走した。デカブツ、うちが何とかしたで。楽勝や。そうや、ジンジャーはジンジャーのことを。気候の損害は予想よりもずっとひどいわね。キャロルを甘く見すぎたのかしら。また博士たちに文句を言われそうね。けど、テストが順調に終わってよかった。え、待って。まさか、うちを騙したん？最初から気候の暴走なんてなかったん？ジンジャーも危険な目に遭うてへんの？こんな方法を使わなきゃキャロルは本気を出してくれないもの。隊長とジンジャー、嘘つきや。キャロル、機嫌を直して。今回の突発的な事態は私が司教様に提案したのよ。最初にも言ったけど、今回のテストでは突発的な事態に対応する能力が求められた。もちろん起こる理由もわかるから、ちゃんと謝るわ。そして同時に、キャロル・ペッパー隊員、今回のテストは合格よ。え？合格だけ？隊長、ちゃうやろ。うちはジンジャーを助けたんよ。それも完璧に。あ、ちゃう。うちはまだ怒っとる。相手にせえへん。そう、あなたは仲間を救出し、自分も無事だった。けど同時に、あなたは任務を放棄し、待機という指示に従わなかった。任務を遂行することと仲間を助けること、どちらも間違った答えではないけれど、加点項目でもないわ。結果が唯一の判断基準。その点から見ると、もっと成長できるはずだと思う。もしうちが待機することを選んでたら？もちろん違うテストの続きがあったわ。キャロル、あなたはちゃんとできた。司教様もキャロルならセントフォンテーヌの調査作戦に対応できると思ってる。成長の部分に関しては作戦中に指導することにしましょう。以上、最終テストで合格というのは公平で妥当な評価よ。理解してくれたかしら？うん、そんなんずるいやん。けどやっぱり気になる。隊長にとって
優秀になるにはどうすればええの？それはね。第二小隊代理隊長ブローニャ在地区セントフォンテーヌに到着しました。これより第三小隊に対する増援任務を開始します。本部、指示をお願いします。ブローニャ、ついさっき第三小隊がセントフォンテーヌ上空の浮遊建築に入ったわ。その後通信が突如切られたの。すごく不自然で、まるで誰かに遮断されたみたいだった。おそらく敵の罠かと思います。嫌な予感がするの。人のいない町、見たことのない怪物、それから裏に隠れたあの人、何もかもが不自然すぎるわ。今第一小隊はセントフォンテーヌに向かってる途中で、第四小隊は連絡が取れない状態。ブローニャ、あなただけが頼りなの。承知しました。今の最優先事項は音信不通になった第三小隊を見つけ出すこと。浮遊建築、大橋の方ですね。メイ姉さん、どうしたの？イカロスコアの機能が起動できないようです。障害物を越えられません。少し待ってて、技術班に聞いてみるわ。原因が分かったわ。調整時間があまりなかった上に、高価値の大量消費のせいでエネルギーが不足して休眠モードに入った可能性があるそうよ。つまりシステムに再度チャージする必要があるんですね。ブローニャ、赤い結晶体が周りにたくさんあるはずよね。
はい。報告書にあった交渉ですね。たくさんあります。その結晶体には微量の崩壊エネルギーが含まれているから、イカロスコアのチャージに使えるわ。バッテリーとして使いましょう。これが報告書に記されていた敵ですか。人為的に噛み合わされた構造物みたいですね。知能が高く命令通りに行動しているようだ。でも第三小隊は相当な数を倒したはず。それにもかかわらず敵は増える一方です。その源は一体どこにあるのでしょう。汎用型火力浮遊ユニット、重装ウサギ0019の初実戦はどうだったかしら。本音を言うと想像以上でした。こんな短時間で019を再進化させるとは、開発部の技術力は侮れません。ブローニャがいない間、天命の研究開発部門にもいろいろな改革があったのよ。チャージ完了。イカロスを再起動します。ブローニャ、いいお知らせよ。あなたの隊員2人もセントフォンテーヌに着陸したわ。第二小隊の隊員ですね。確か少し前に特殊部隊に入ってきた新入りですよね。ええ、優秀な子たちよ。経験が少し足りていないけど、今のところ第二小隊の隊長は他の隊員たちとあの任務を実行しているから、彼らの指揮は頼んだわよ。はあ、代理隊長ですか。戦場での指揮は久しぶりです。信じてるわ。ブローニャは昔から優れたリーダーだもの。みんなをつないで短所を補って長所を伸ばす、それがあなたの才能よ。それに今のブローニャの本業もチームワークが必要でしょ。とにかくあの子たちは任せたわ。テレサ司教、ますますお年寄りみたいになりましたね。そうね、私はもうお年寄りだから、若者たちの世話はお姉さんのブローニャにお願いするわ。さあ、通信をつなげましょう。もしもし、聞こえる？隊長。聞こえてます。あなたは狙撃手ライルコ・ローディですね。ああ、隊長はもう僕たちの資料を読んでくれたのか。本当に光栄だよ。まさかあの伝説の英雄ブローニャに会えるだけじゃなくて一緒に戦えるなんて。ブローニャ隊長、はじめまして。必ず任務を完成します。あ、びっくりした。急に大声を出さないでくれよ。さっきまでずっと黙ってたのに。ティミド・クート隊員ですね。通信電波は良好です。大声で話す必要はありません。はい。今度は声が小さすぎるよ。そちらに少し変わった雑音があるようです。それに怪物の声のように聞こえますが。ああ、怪物の声で間違いないよ。言い忘れていたんだけど、僕たちがセントフォンテーヌに到着してすぐ不明生物に歓迎されたんだ。包囲されたんです。はあ、なんというかこの数はさすがに。ティミドちゃんがいなかったら僕はもう華々しく戦死していただろうな。サンキュー、ティミドちゃん。僕の代わりにあのクラゲを倒してくれて。アイラさん、援護射撃お願いします。わかってるよ。安心して、弾は外さない。もうすぐ弾切れになりそうだけどね。とにかく、
そこから動かないでください。すぐに支援に向かいます。お願いします、クローニャ隊長。もっと仕方がありません。テレサ主教、本当にいいお知らせなのでしょうか。とにかく急ぎましょう。彼らの座標は大橋の方、つまりあの浮遊建築の真下のはずです。え、これは。もしもし、もしもし。コローディ隊員、現在位置の報告を。今獅子湾沿岸に到着しました。ここから橋を見渡せますが、あなたたちの姿は発見できません。隊長、ごめんなさい。できるだけ怪物を倒しましたが、数があまりにも多くて。だからタイミングを見て逃げたんだ。今は橋の近くの廃墟に隠れてる。賢明な判断です。次の質問ですが、この近くで設置が完了した銃型狙撃銃を見つけました。あなたたちのものですか。ああ、僕が設置したんだけど、残念ながら撃つ前に撤退する羽目になったよ。では、少しお借りします。狙撃銃は使えますから、正面突破も問題はないかと。こういう時は、直感を信じましょう。やっぱり、ここに近づくほど電波干渉が強く、敵も密集しています。気のせいでしょうか。空中のあの建物、数分前とは少し違う気がします。変化している。隊長、新たな報告だ。何があったかわからないけど、橋の上の怪物が一気に消えたんだ。私が倒しました。え、あれほどの敵を一人で。体調強すぎない。これが体調。いえ、英雄プローニャの実力。じゃあ今すぐそちらに向かうよ、隊長。いえ、そこで待機していてください。これから上空の不明建築に入り、連絡が途絶えた第三小隊を探しに行きます。今までの状況から考えると、私もあの建築に入った後は外と連絡が取れなくなるでしょう。だからあなたたちはそこにいてください。本部との連絡をつなぎ、退路を守ってほしいんです。え、隊長は一人で入るんですか。さすがに危険なのでは。もし30分後に私の指示がなかった場合、ここを離れて他の小隊と合流してください。でも。心配はいりません。指令に従って自分たちをちゃんと守ってください。わかりました。あとは適した場所でイカロスを起動させましょう。あの建築に移動するだけのエネルギーはあるはずです。第三小隊、メイ姉さんたちはそこにいます。よく頑張りました、キャロル・ペッパー隊員。あとは私に任せてください。第二小隊代理隊長、ブローニャ在地区。テレサ主教の指示により到着しました。造園？うち夢でも見とるん？いえ、夢ではありません、キャロル隊員。状況を教えてください。隊長と先輩は生きとるよ。怪我して気絶してもうただけ。けど油断はできひん。急いで治療せなあかん。うちちゃんと隊長たちを守ったんよ。よくできました。
急いでここを離れましょう。私が守りますから後ろに下がっていてください。まだ戦える。うちも隊長の力になりたいんや。ではついてきてください。出したくないみたいですね。その技忘れるところやったわ。たかが車やろ。純枕で殴り返したるで。警戒を緩めないで、次の敵が現れる前に急いで撤退しましょう。はい。隊長、もう少しや。隊長の優秀評価をまだもろてへんよ。心配いりません。メイ隊長はこういう場所で倒れるような人ではありませんから。うん、うん、そうやな。もしもし、聞こえますか？支えますから立ってください。先輩、もう意識失っとる。キャロル隊員、ついてきてください。セントフォンテーヌに戻ります。これはブローニャ隊長。キャロル隊員、あなたの仲間、どうしてゾンビ化の痕跡があるんですか？